ハロー竹木です。というわけで本日やっていきたいのがですね、深夜なんですよ。今深夜ということはやっぱりこのぐらいの時間になると少し小腹が減る、この時間帯にやっているといえばコンビニということで、本日は深夜にローソンでカゴいっぱいの商品を買って爆食いしてみた夢の企画をやっていきたいと思います。やっぱりね、今一番近くにコンビニがあるんでローソンや。今まで2回引っ越してんのかな。最初の家の最寄りはセブン入れ、次がファミマ、今ローソンという運命的な出会いですよ。そんなローソンさんで、まあカゴいっぱい。さあな、美容カゴ行きたいな。いっぱいのカゴを、まあ持って、まあちょっとこう会計して、そのまま家で食おうじゃないかと。で、それプラス、本日、まあちょっと仕事の関係もあって、社員としてね、やっとこう兄弟、泊まるんですよ。はい、泊まり込みです。はい、泊まり込みなので、まあちょっと休憩じゃないけど、うん、まあご褒美タイムでちょっと一緒に食おうじゃないかと。はい、出てきてもらいましたけど、はいはいはい、好きなもん買っていいか。ほんまに。おー、マジケーキ。大丈夫、必殺技や。パッてずっとパサパサ。もっとこっち来ていいや。まあそんな感じで、まあとりあえずね、まあじゃあコンビニまで行きましょう。はいはい、じゃあ早速やっていきましょう。いただきましょう。はい、ということで深夜のコンビニの近くにやってきました。いやー、この時間帯ワクワクするよね。ちょっと寒いんで着込んできました。夜冷えますわ。ということでローソン、こちらでカゴいっぱいの商品を買おうと思います。まあ本当にね、兄にも弟にも、まあ、好きなだけ買ってもらってっていう感じなんで。いや、この湯中の雰囲気がええもんな。中に入っていくぜ。はい、それでは帰宅しました。え、すごない？とんでもない。もう本当に2人とも遠慮っていうもんがないんや。興奮するやん。え、何遠慮の外が性癖なんてか、改めてやけど、これすごない？可愛くないですか？お、もうみんなってか全員来てんねんな。そうなん。兄こうなって見えてない。かまいたちさんがイメージキャラクターやってるから知ってる人多いかも。そのアップティっていう自分で作ったデザインのグッズが無料で売れるサイトがあって、それで作ったよね、うん、なるほどね。そうだから自分でこう、かわいい即位ギャンブラ、最近の MV のやつ、ちょっとおしゃれ風に。で、一応こう歌ってみたとかさ、あの竹脇毎回青枠入れてるよね。あ、気づいてる人おるよ。お前ら気づいてる？コメントしろや！青枠でそう、あの青枠にこうなんかこうちょっと付随して。でも僕一応ね、イメージカラーが青っていう、あの字幕どうも竹脇です。これあるやん、ここ今出てるやん。うん、あるやん、この竹脇賞な。すごい、回るわ。まあこれね、さっきも言ったけど、あの8月に出した新曲の嘘食いギャンブラーの、こちらなんと200万再生突破しまして、まあ2ヶ月ぐらいでいってね、まあ最速でそんだけね、早く突破したんじゃないかなっていう。うん、まあその記念としてね、まあグッズ今回作って、これ。まあ MV の中でチャイナ服で、なんか女装してるんですけど、それをそのままキャラにしたって感じで。うん、これ、つうのは、あの神様やね。Yes。神様の言う通りの。てか、あれやん、T シャツスマホリングもあんねんな。うん、なるほど、スマホリングこれ。イェーイ。でもあれやんな、パーカーも大きめで来た方が可愛いしさ、スマホリングもあった方が便利やもん。まあそうやね。普通に使いやすい系。最低1000円から作れるらしくて、今回このスマホリングなんて1200円でめちゃめちゃ安いからいい。気になった人はこのデザインで好きな色、まあ、好きなアイテム作ってみてください。概要欄の URL から作成することができます。まあ、ちょっとしたねマイナーチェンジというか、兄のやったらこの枠ないよね、顔の。ほんまや。とかなんかそういうこうちょっとした変化もつけてる。はい、じゃあ食べていきましょう。はい、食べよう。いっ、なんか鬼滅コラボみたいなのしてんねや。何味なんやろ、鬼滅で。え、何味書いてないの？いや、書いてる。何やと思う？俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けない！もうこれ熱いセリフ語ってる。そんなセリフ語ってるような味、何味と思う？予想しよう。確かに、わかります。はい、わかります。わかりましたじゃなくて。予言者。ホットチリ。あ、熱い。あー、確かにね。あー、でも確かに、あの、いいやもん。そう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 。そっち系か。いや、まあ、水の呼吸やから。あー、何？ケアなじ。なるほど。あ、明太マヨネーズやって。何何何何ってる。ケアなじがちょっと。いや、どうするだろう。ケアなじ無邪気してるからさ。びっくりした。全員こっち見てたから。じゃあいただきまーす。いただきまーす。うん？食べてみ、これすごい。今までの唐揚げくんとは違う。いただきます。中にサツが入ってる。そう、中に入ってる。マジ？うん、めっちゃうまいよ。違う、この大好きなオムそばですね。やっぱ深夜ってうまいな。うわ、たまらんね。
類うまいな、やっぱ。こんなもんてえな。ちょっとカップ麺いっちゃおうかしらね。いく？いいっすね。カップ麺でしょ、やっぱこの時間といえばよ。一平ちゃんのなんかレモンみたいな飲んでんの。カップ麺なんてでもさ、マジプライベートで食うことないねんな。最後食ったんなんてあれよ、プライベートやったら、ツーとこっちゃんと。スマブラした時はたまにね、フォーエイトのこっちゃんとこう遊ぶねんけどな、やっぱ元気やな、なこう新世代 YouTuber やんか、さんざスマブラやって朝の5時ぐらいまで一緒にやってさ、うん、でもやっぱうとうとって寝てるとこにさ買い物行ってたよ、うん、カップで買いに行ってたやんか、帰ってきたら叩き起こされて食いますよみたいな朝の5時そう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 寝ようとしてんのにさ食いますよって言われてもうこんなんなのかいや可愛い後輩よ、めっちゃうまそう。よし、じゃあ持っていこうか。はい。じゃあここらで深夜の質問コーナー。うん。ちょっとインスタで質問、募集したんで、二人に呼んでいってパッパ答えようかなと、うん。はいはいはい。巨大化シリーズにかかる金額を教えてください。まあいろいろ込み込みで7、8000ぐらいかな。うん。器自体はコピーとかやから。ミッキー元気？ほほっ。ミッキー？うん。ほほっ。お前たち！しっかり残さず食べるんだぞ。はい、分かったな。分かりました。分かりました。もう残して殺すからな。なんで裸で寝てるんですか。正確にはパンチやけどな。あ、ノーパンじゃない。ノーパンじゃない。 よかった。首元がこう嫌ないわな。なんかこうこうなるのが同じか。だから普通に寝るときとか服着てるとしたらもうビチ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 してるここぐらいまで。僕の剣とこう服破れみたいな感じ。あわー、そうコラボした YouTuber は正金さんとか。おー、何したい比較。うん、サムネ作るわ。え、普通にヒカキンさんどんなにため口とくびるかしたか、もしくは検証、本当に毒を持ったらどういう反応するのみたいな死ぬ死なないみたいないやー、でもせっせね、今も MV 出していってんもんな。あ、新しくそう、レコーディングしたから、これちょっと言っていいみたいなこと言われたわ。え、何？いろんな方とコラボするかもみたいな。おお、いろんな有名バンドの方々と、みたいな感じのレコーディング機能してきて。お疲れ様です。そんな辺もね、ちょっと楽しみにしておいてください。MV も毎回さ、ちょっとこう、凝ってるというか、サムネとかもちゃんとこう、毎回決めてるやんか。うん、だからそう、それがね、イラストかなってるってすごい嬉しいけどね。うまい。この僕のこのイラストのグッズを作って、Twitter 拡散してもらえたら、特典があるみたいなんで、みんな、ゲットしてハッシュタグをつけて、まあぜひ投稿してみてください。てかほんま改めて見るけど、ほんまそのスマホリングいいよな。こういいよな、やっぱこうスマホリング触るとき楽よな。めっちゃ楽。皆さんぜひほんと使ってみてください。使ったやつね、みんな送ってきてほしいよ。確かに見たい。うん、久しぶりにみたらし団子食うたけど、うますぎるやろ。すぎた。じゃあちょっとこのカップヌードルの残り汁、うん、これを使って実は茶蒸しが作れるんよ。まあとりあえずこれをレンジでチンするんよね。はあ、なるほど。で3分間チンします。はい、できました。こちら見てください。おお、茶蒸しや。茶蒸しや、薄くない。いただきます。マジ茶碗蒸しや。おお、ちょっと麺が残ってんのもいいよな。腹いっぱい。でもこれ全部食い切るまで終われませんやからね。でもデザートまあだったら別腹みたいなとこあるからね。いただきます。デザートうめえ。てかまだまだ残ってる質問言っていい。質問コーナーまだやっていきますか。はい、OK。 なんかついてる。鼻と鼻の間。おっと。今まで一番怖かったファンってどんなの。なるほどね、今まで一番怖かったファン。9年もやってたら、そりゃまああるよな。まあ確かにあります。あるんや。まあ昔それでこそ始めた当初って家に来たこともあったしね。ん？怖っ。何やったかな、なんか動画かなんかで風邪ひいてるみたいな話したら、うん、マジでドアノブにポカリスエット引っ掛けやった。怖い。マジ飲むか。あともなるね、恋人となるね、付き合ってるみたいな感じで思い込んでずっと連絡送ってくる人。例えば、なんか今日何時になるのみたいな。
早く発表しようよみたいなとかさ、今日いちいちなことしちゃったみたいなとかさ、なんか返事ないの、浮気してるみたいな、なんかもう一人でずっとこう怖っ、もう来なくなったんや、いい、全然来てるよ。まあ、そういうファンの方はいますね。怖っ。マジのやつだよ。怖いよ。静まり返ってるよ、スタジオが。うん。めっちゃうまい。めっちゃ好き。ちょうだい。いや。だからすぐ、え？ん？もらおうと思ったの。はい、というわけで改めてごちそうさまでした。これね、今回のグッズの全種類なんやけど、パーカーと T シャツもあるんだよね。で、まあバッカーリングで、動画内で紹介したこのイラストを使ったグッズも含めて、下記のイベントも開催されていて、クリエイターごとや一般ユーザーの販売ランキングだけでなく、皆さんが二次創作したものの販売ランキングもありまして、なんと賞金も出ます。ああ、なるほど。ぜひ、だから皆さんいろいろ作ってみてください。今後はアップティのサイトで芸人さん、ミュージシャン、格闘技、スポーツ選手、まあそんな方たちとこうイベントもあるらしいんで、お見逃しなく、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回もご動画をご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。何やったら、毎回の答えでもさ、深夜企画やんか。せん。見終わったらもうこれ朝やで。嫌になっちゃうね。